はい始まりましたポルタのソンタクレディオ私ポルタのギターボーカルおなえあいですお久しぶりでございます今回も私一人でお送りしたいと思います、えー、このソンタクレディオ始めたのがもう2年前になりますね、えー、ずっと聞いてくださってる皆様ありがとうございます いやもう初回から通して聞くのも結構な量になってると思うんで毎回初めて聞いてくださる方もいらっしゃると思うんですけれどもこのね「忖度レディオ」っていうネーミングについて途中から聞いた方は謎なんじゃないかと思って少し由来をお話ししておこうかなと思いますと思いますと <laughs> 思いましてはい。 当初卓くんと2人で続けていくつもりで、ね、このサムネイルも2人並んでるんですけれども最近は何かにつけて私1人が多くなってしまってるんですが卓くんがこう「忖度レディオ」と名付けてくれたんですね。こうリーダーの私に忖度してるという意味らしいんですけれどもあリーダー私リーダー,リーダーなのでリーダーあラジオうまいですねとか。 面白いですねとかってことだと思うんですけれども、まあ、こうも最近一人ですと番組名名乗ってる私がちょっと虚しい感じになってきちゃいますね。まあ、でもこう忖度レディオっていうね五感がいいので気に入っております。というわけで引き続き忖度レディオやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 はいえー、由来をお話ししたところで、えー、前回がもう6月末なので夏前の収録でしたね、はい、前回は、えー「この夏やりたいこと」ということでお便りを募集して紹介させていただきましたはい皆さんいかがだったでしょうか確かその時読ませていいいたたただやりたいことが えーっと海水,浴海水浴のリベンジとあとバッティングセンターであのラ,ミラミチャンネルを見てホームラン打ちたいっていうのとキャンプで鹿の燻製を食べたいというのとかき氷専門店に行きたいだったと思うんですが達成できたでしょうか ままた報告メールなどおお待ちしております、えー、私は確かねバーベキューしたいというのを掲げてたんですけれども残念ながらできておりませんもともと真夏にバーベキューやるもんじゃないよというツッコミをいただいたので、まあ、真夏は諦めてたんですけれども結構バーベキューやろうって思った時に なんかライブを企画するのと同じぐらい結構大変だなと思いまして、ね、こうみんなに日程を調整したりだったりあと場所を確保してみんなで何持っていくかを決めてこう予算だとか、ね、いろいろなおもてなしだったりとかっていうのが必要なんだなと思うと。 こうアウトドアでみんな集めていろんなことできる人ほんとすごいなと想像だけでなんか思っちゃいましたそんな感じなので、まあ、長い目で見てバーベキューやりたいのでポルタのバンド周りの皆さんもし私から声かかったらよろしくお願いします肉はたくさん持っていきます、はい、なんか 若干今日鼻声で何で何すかね最近何かの花粉が飛んでるでしょうかこう目がかゆかったりくしゃみだったりが朝とか結構ひどいですねちょっとお聞き苦しいかもしれませんがでちょっとできるだけハキハキ喋っていきますね。はい、というわけで前にいただいてたお便り2つご紹介したいと思います。 ラジオネーム、画教人、うひょひょさん。なんか、あれですね、ラジオネーム、送ってくださる方、すごい文化的な感じがするラジオネームの方が多いですね。えー、愛さん、すぐるさん、こんばんは。こんばんは。初メールです。ありがとうございます。えー、突然ですが、私は今、引っ越しを考えていて、ネットの物件情報サイトを覗きながら、 候補になななりそうな物件をなんとなく探していますオートロックは必須とか宅配ボックスがあると便利とかいろいろ妄想しながらでも最優先事項はやっぱり家賃だったりと理想と現実の間を行ったり来たりの堂々巡りで時間が経つのも忘れてしまいます物件を探し始めたばかりの時は少し物珍しい間取りなどに心が奪われがちですが落ち着いて現実的思考を取り戻して考えると 平凡で無難な物件にそれなりの妥協妥当な金額を払って住むことになるのだろうと冒険のできない私はそう思いますえポルタのお二人は物件や選んだ時の決め手は何でしたか間取りや生活環境などを気にしましたかお部屋探しのこだわりポイントなどありましたかぜひ参考にさせていただきたいので差し支えなければ教えてください あもうちょっと時間が経っちゃったので引っ越し済んじゃったかもしれないですね遅くなっちゃってごめんなさいもう決めちゃいましたかえー、物件ですね物件探し初めての物件探しはやっぱり上京した時ですねそれまでは実家暮らしだったので上京した時母と一緒についてきてもらいましたがやっぱりこう 一人暮らしでいろいろ不安があったのでその時はあのー、管理会社あ、えー、と不動産屋さんに「もうあれもこれもいろいろあった方がいいです」と伝えて結局決めたのがオートロック付きであとキッチンとこう部屋がちゃんと分かれててで角部屋で。 鉄筋で本当はあのー、お手洗いとお風呂別の方が良かったんですけどユニットバスはまあしないと思いまして当時だから全然お金ないのに7万円7万円ちょっとの物件を選んで当時同じタイミングで上京してきた周りのえっ、ー、と同世代の 子とかの中で確か一番高い家賃のところに住んじゃいまして大変な思いをしましたでもすごいやっぱり快適でしたね静かでしたし安心感はあったんですけれどもすぐに貯金が底をつきましてあのー、大変でした <laughs> 洗濯機も変えず どうしてたどう生活してたんでしょうとにかくひもじい生活をすることになり、あのー、鍋焼きうどんの,あのアルミのあれを毎回取っておいてあれにうどん1と玉と卵とネギを落として毎晩食べてましたね朝はご飯と納豆みたいな。 生活でとにかくお金がなくてどうしようという感じでしたねその次に住んだ時はこう当時あのこう音楽をやるために上京してきていたのでやっぱりこう作曲活動をしなきゃいけない。 と思いそのためにこう時間を空けたくって働く時間を極力減らしていたんですねなので今そうですね週何日週4日ぐらいをこうなぜか朝はスーパーのレジで間休憩を挟んで夜はおそば屋さんみたいな。 生活をしていてい結局真ん中のこう休憩時間に音楽作れるわけもなく疲れて寝ちゃってまた働きに行くみたいな本当に容量の悪いいい生活をしていましてまたねはい、そんなこんなでそんな生活だったのであのとにかく音楽しに上京する方はあのしっかり働く時間あの取った方がいいですっていう。 アドバイスになってししままいましたちょっと話ずれちゃいましたね。うん、というわけで決め手というか結局家賃の話になるんですがちゃんとこうお金のことを考えてこの家賃だといついつまでちゃんと生活ができるとか収入と検査の全くせずに選んだのでまあそんなね間違いは大人になったらなかなかしないと思うのですが。 念のためアドバイスでしたあとそうですね私結構富山で長いこと車生活だったのでできるだけ歩きたくないっていう気持ちがどうしてもありましてうーんなので駅から徒歩5分以内に,にはいつもしたいなという癖が抜けないですね何回か引っ越しはしましたがうーん徒歩 5分以上あんんまり選んだことない気がしますあとは贅沢を言うならば近所に美味しい定食屋さんとかご飯屋さんがあるところに通いたいなと思うのででも結局そういうのって住んでからじゃないと分からないですからねちょっと難しいですがそんな感じのこだわりでした。 はい、おそらくこの「画協人ウひょひょ」さんの方がいろんなことを知っていたと思いますので何の参考にもならなかったかと思いますがいいい物件に出会えていることを祈りますはいえー、今回はこちらの一通ですが、えー、特に今テーマは決めずまた募集しておりますので、えー、概要欄に記載のメールアドレスに是非送ってください。 また時間差で紹介したりすることもあるかもしれないので一旦どんなものでも大丈夫ですお待ちしてますでは、えー、最後にポルタの最近の、えー、ポルタの近況報告ですね少しお話ししておきたいのですが曲作りをし始めていますで先日デモを作って持っていったのがあ いつも結構私弾き語りにほんと鼻歌だけみたいなラフな状態で持っていって丸投げすることが多いんですが今回はちゃんとドラムとベースとギターと入れた状態で持っていったため非常にスムーズにいきました、はい、やっぱりここまでちゃんとやんなきゃいけないなとはなんか感じましたね でもいつも結構みんなにお任せで作っていくのも新しい発見があってとってもいいんですが今回はちゃんと頭の中のものをすんなり一回合わせただけでうまくいったなっていう感じがありましてサクサクク進んでおります結構この休みの期間に、えー、音楽理論をちょっと初めてしっかり勉強してみたりとかそういったこともあり なんかこう新しくいろんなことをやってみたいなっていう気持ちがあってどんな曲作れるかなってワクワクしてたんですが結局出てきたのはなんか今まででのの自分らししいのばっかりでしたただ何かこう新しい要素も入れつつ、うん、かなり今ざっくりした話ですがやっていきたいと思ってます。はい、えー、という感じでポルタの「忖度レディオ」 でしたが、えー、最後告知だけ告知というか現在すぐるくんのソロシングル2曲配信リリースされておりますえー、っと美熱という曲と人間という曲2曲ですね各ストリーミングサービスで聴けますんで是非聴いてみてくださいで、えー、ポルタの曲ですね えー、ここ2年間で出した、えー、シングル4曲すべ、えー、て現在は、えー、と CD で買えるのは、えー、とホリデーレコードさんの、えー、通販サイトのみとなっておりますこちらにはミニコミの、えー、漫画道も一緒に特典としてついてきますので、まあ、数が、えー、限りがありますのでよかったらまたそちらも見てみてくださいこれも概要欄にリンクを貼っておきたいと思います はい、えー、それでは、まあ、これからお休みになる方とか出勤の方とかいろんな方がいると思いますが聞いてくださりありがとうございます頑張って寝たり出勤したり学校行ったりしてくださいではポルタでしたバイバイ